セルゲイ・ニコラエビチレベジェフは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の諜報員、軍人、官僚、KGB 出身の白引きである。上級大将、ロシア対外情報庁長官を経て、独立国家共同体執行初期を務める。1948年4月9日に、ウズベクソビエト社会主義共和国のタシュケントに誕生する。 キエフ工業大学チェルニゴフ文校を卒業後の1970年にキエフ工業大学チェルニゴフ文校で働き、チェルニゴフシコムソモール委員会初期に選出される。1971年から1972年まではソ連地上軍に招集される。1973年に KGB に入局し、1975年からは、 ソ連国家保安委員会第一総局に従事した。防御用訓練と、情報教育を受けている。1978年に、ソ連外務省外交アカデミーを優秀な成績で、卒業し、1998年から2000年まで、中米対外情報庁公式代表を務める。勲章を有する。2000年5月20日に、ロシア対外情報庁長官に任命される。 報道によると、ウラジービル・プーチンとは東ドイツに赴任していた際に面識があり、プーチンは、レベジェフは長宝を熟知しているとして長官に指名したという。2007年10月6日に SVR 長官を退任し、独立国家共同体執行書記に任命された。ありがとうございます。